その前にここで美龍殿の3人からファンの皆さんに報告があります。聞いてください。お願いします。はい、私たちから報告があります。私たち美龍殿は6月に予定されている単独コンサートツアーの最終日をもって美龍殿の活動を終了することを決めました。美龍殿として3年半余りを過ごしてきて、私たちは成長できたと思っています。この成長を生かすため、それぞれ独り立ちしようって3人で話して、つーくさんに相談して決めました。時期としては岡田結実が成人を迎えたこのタイミングがいいんじゃないかって話しました。美龍殿の活動終了後はそれぞれハロプロメンバーの一員として新しい気持ちで活動していくつもりです。美龍殿というグループで活動できたこと、ファンの皆さんに出会えたこと、私たち3人はほんまに誇りに思っています。皆さんほんまにありがとうございます。今後の3人の活躍に期待したいと思います。はい。